くまチャンネル、こちらのチャンネルは毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、飯田橋にありますライオンロックさんに行ってまいりました。こちらのお店で本格スリランカカレーのお店でして、曲がりカレーとなっております。飯田橋にありますビアンドさんをランチタイム曲がりされてるお店で、絶品のスリランカのワンプレートがいただけるということで、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン、こちらがライオンロックさんのメニュー表、スリランカカレーのワンプレートとなっており、辛口、中辛、甘口のそれぞれをどのカレーにするかを選んでいくスタイル。本日は辛口をビーフ、中辛をエビ、甘口をインゲンでチョイスいたしました。こちらがライオンロックさんのカレープレート。見るからにしっかり辛そうで、立ち込めるスパイスの香りが食欲を増加させる。インゲンのカレーやビーフ、そしてエビなどの具材もゴロゴロ感がしっかり伝わってき、副菜の方もたんまり乗って素晴らしいいでたち。ライスにピンと刺さったパパと、そして唐辛子が印象的。それでは本日もいただきます。まずは本日はビーフのカレーの方から。一口食べるとそのキリッとした辛み、スパイス感で本日もうまし。エビのプリプリ感も最高で、甘口のインゲンのシャキシャキ感もたまらない。もちろんライスといってもカレーの相性最高で、ビーフもごろりと入って納得のデカさ。これは食べ応え十分な一皿です。まずはそれぞれをそのまま食べていくと、顔を出してくるパイナップルに驚き。パイナップルの風味を含んだ副菜も最高で、中盤には早くもパパドを割ってパリパリ感をプラス。そしてそれぞれをざっくり混ぜていくのが本当に最高の食べ方。それぞれをそのまま食べてももちろん最高のカレーですが、しっかりと混ぜて食べることによって味が変わり、また新たなカレーに変化するのもスリランカカレーのいいところ。ライオンロックさんのカレーは普通に食べるとそこそこの辛さですが、しっかり混ぜて食べると辛みが増すのが印象的。ココナッツ感がプラスされたり、具材のプリプリ感やしっかりとした食感が浮き彫りになってきたりと、新しい発見をさせてくれる、そんなワンプレート。具材も自分で組み合わせを変えれるので、通いがいも十分。最後にスリランカのお茶を使ったミルクティーを飲んで、本日も満腹ごちそうさまでした。混ぜた時の進化が半端じゃない。それぞれね、辛さの違ったカレーを選んでいくスタイルのワンプレートのスリランカカレーで、もう本当にね、単体で食べてもめちゃくちゃ美味しいですし、そのままもう普通に食べてもいいんですけども、個人的にはね、もう混ぜ混ぜして食べた時の本当のその食感が浮き出てくる感じだったりだとか、パイナップルが入ってるのが個人的にびっくりして、その甘みを感じながら食べたりだとか、もう辛さをね爆発させて食べるとか、そういうのもいい、本当に素晴らしいスリランカカレーのワンプレートでございました。序盤はね、やっぱり辛さが違うカレーなんで、辛いカレーがあったりとか辛くないパターンもあるんですけども、やっぱり混ぜ全体をしっかり混ぜて食べるとキリッと辛みが浮き立ってきて、まあもちろんね、唐辛子もぶっ刺さってるんで、そちらも食べながら辛さを個人的にね、もうそれを一本いただいて辛さ増して食べたんですけど、もう本当に最高で、クオリティとしては本格スリランカワンプレート、一つ一つのクオリティも最高。ぜひね、おすすめのスリランカカレー屋でございます。暑い夏にはね、ぴったりの辛めのスリランカカレー、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、というわけでカレーにとりまの成功でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。